今年も台風始まっちゃってるね。そんな季節になりますか。記憶に新しいのは2019年に発生した台風19号だよね。ああ、あれはマジでビビった。令和元年東日本台風、関東では10月12日の夜に縦断した台風。群馬もだいぶ被害あったな。こんなルートで関東を進んだという。ちょっと栃木かすってるじゃん。そして栃木各地での被害がすごかった。栃木はどのくらいあったの。川だけで見ると栃木県内には38の河川と64の観測所がある。はいはい。このうち30河川48の観測所が氾濫注意水位を超えたのだ。いやもうほぼ全部じゃん。最終的に13の河川27箇所が決壊。決壊が27箇所？決壊せずとも溢れたのは32箇線40箇所。多いな、多すぎるな。約1万4000の住宅が被害に。恐ろしすぎる。まさに過去に例のない大災害ってやつですな。マジで台風怖い。そうそう、洪水になったら被害やばいですよって川、わかりますよ。どの川がそれに当たるんだい？栃木県内だとこれだけの川があります。いやー多いね。お近くにある方は覚えておいてほしいですな。わかりました。あ、読み方も覚えておいてね。いや難しいな。